うわ、濃霧じゃん、濃霧。雪もすごいな、うん、だいぶ積もったんですね。ねえ、すごいよね、即座にこんなに雪かきしてくださって、うん、ありがたい。ここの峠はいつも除雪車が通るから、うん、めっちゃ降るけど早いよね。早い、次の日にはだいたい通れる、通れる。当日は結構通行止めだけど、うん、庭も大変なことになってるからね、うん、割と日陰がちだからね、うん、車止めちゃってるし、ね、引っ越しもあるんで、うん、あ、雪遊びし忘れた太郎ちゃんとガチ雪合戦したかったんだけど。ガチ雪合戦したことありますっけ？だからしたいの、ガチでおはようございます。おはようございます、斉藤です。はい、渋滞です、通勤です朝だからいつもさ、はい、さらに遅い時間か、うん、もうもっと早朝か、はい、走ることが多いから、この時間いつも結構避けるんですよね、うん、今8時半です。はい、ということで今日はですね、はい、湘南平塚アウトレットの方へ向かってるんですけども、久しぶり。あ、よかった、晴れて、うん、ニコメリもカートで出れるしね、うん、どこへ行くかというと、うん、僕たちがよく使ってるキャンプギアスモアに行こうと思います。実はスモアの動画を、うん、去年公開してるんですけど、はい、スモアの初店舗がオープンしますっていう、はい、動画ね、うん、そっからもう約1年経つんですよ。お、早くない？早っ。そのスモアさんが5月の5日に、はい、ゴールデンウィークだよね、はい、1周年記念イベントをやるらしくて、店舗オープン1周年のイベントをね、はい、やるということで、うん、なんとその日僕たちが1日店長をするということになりました。イエイ。イベントに参加させてもらうということです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、まあ、その時になんかこう広場でね、うん、イベントをやるんですけど、湘南平塚アウトレットの、うん、まあ、トークショーをやったりとか、うん、なんかプレゼント抽選があったりとか、うん、すごいよね、うん、そういうイベントをやるということで、うん、呼んでいただいております。はい、はい、で今日は、うん、まあ、その打ち合わせと、うん、兼、はい、お買い物をちょっと1年ぶりにちょっと動画を撮りながら行ってみようかなっていう、そんな1日を撮影しようかなということでございます。よいしょ何が？え、楽しそうだから。買い物？買い物もだし、うん、私たちもスモアの商品ほんと徐々に徐々に増えてきて、うんうん、大好きなテイストなので、うん、楽しみですし、イベントもね、私たちが思う、うん、スモア熱、うん、スモア愛をお話しできたらいいなって思っております。はい、はい、まあ、1年経って、うん、いろんな商品が新しく出ているということですので、はい、まあ、カタログでは見たりしてたんですけど、うん、インターネットとか、うん、実物のね商品を店舗で最近見てないので、うん、あとはね引っ越しも近々あって、うん、遠くなっちゃうと、うん、なかなかね湘南平塚まで来れないので、はい、今日はねそんなお買い物デーでございます。あのイベントの詳細についてはですね、うん、スモアさんの公式ホームページとか、はい、あとインスタとかかなで発信されていくと思いますので、概要欄の方には載せておきますので、ぜひぜひ5月5日のですね、うん、スモアイベント僕らも参戦しますのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで向かっております。はい、ずっと混んでんのかな。うん、でも天気が今日いいですね。うん、一昨日大雪で、うん、昨日は
あ、雨とか曇りと雨でずっと寒かったから暖かくもありそうです、うん、せっかくねアウトレットってこうやっぱ外の空気感とかも楽しめる場所なんで、うん、犬も行けるっていうのも嬉しいしね、はい、スモアさんもキャリーケースか抱っこだったら入れますしアウトドアの店も結構出てるんですけど、うん、ペット入店できるよっていうところも多いので一緒に楽しめるっていうのもいいかなって思います。僕らのチャンネルを見てくれてる人は犬を飼ってる人多いので、うん、ぜひ一緒に、うん、来てもらえたらと思うんですけど、あ、これ混んでる、来られてるかな。メリメリは寝てるんだね。ねえねえ、登っていく。なんかこの間エビナにもなんかできたよね。そうそう、なんかユーベースさんとか。ね、キャンプ場がなんかできてたよね、ユーベースの。うん、できてた。あれ海老名の、うん、あのなんかモール、うん、の中に施設に泊まれるってことだよね。そうなんだろうね。その中にキャンプ場があるってことだよね。すごくない？うん、まだ行ってないもんね。まだ行ったことない。お、すごい山に雪がめっちゃ降りかかってる。小腹にグッとコーンポタージュめっちゃ美味しかった。でもコンポタとかさ、スープ系買うとさ、お茶も買わなきゃって思うんだよね。コンポタージュとかお汁粉とか雑炊とかの缶の飲み物は腹を満たす用の飲み物なんで、喉を潤す用の飲み物ではございませんということで、いつもコンポタージュとか買ったらお茶も買わなきゃって思うんですけど、今日忘れちゃった。メリメリは寝てる？寝てます？ちょうど顔が出るスペースが。今日スモアのトレーナー着てきた。お袖を外してベストにしてきた。その着方いい。ね、可愛いよね。この外れたさ袖の部分はさカーディガンとしても着れるし。太郎ちゃんも同じトレーナー着を着てきました。袖が合体した状態で到着。到着しました。でかいです。ぜいアウトレッツ。誰もいない。本当だ、いつも結構混んでるからね、うん、平日でもね結構いつも車いっぱい止まってます。えい、レッツゴーレッツゴー、寒いすごい空いてる。まだオープンしてないからね。うん、2個、2個、座って。寒いでどこだっけ、もうちょっと先か、結構遠かったな。あ、車がのあるところのちょっと先じゃない。あ、到着しました、スモアです。こちらです。到着しました。入りますか。はい。寒いね。寒い。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。
入ってきました。あったかいです。外寒かった。はい、すいません。じゃあお邪魔します。お邪魔します。はい、よろしくお願いします。なんか新作とかがちょこちょこあるって聞いてたんですけど、そうですね、はい、どのあたりが。こちらに新作がございます。あ、犬はこの感じで大丈夫ですか。いいですか。あ、はい、ありがとうございます。よかったね。あ、この辺、はい、もうこれが新作コーナーですか。はい、あ、なるほど。へー、あ、カートとかアウトドアカートですね。カートも新しくなりまして、はい、あ、新しくなったんですか。はい、新しくなりました。もともとカート自体はあったってことですか。もともとカート自体はございます。はい、何が変わってるんですかね。まずちょっと耐荷重がかなりパワーアップしました。はい、以前のが耐荷重100キロだったんですけど、はい、これ150キロまで大丈夫になります。へー、すごい、なんかタイヤすごくない。すごい、太ってすごい押したときに強そうになりました。あ、そうなんですね。はい、へえ。これ収納の時もかなり小さくなって、はい、あ、はいはいはい、でタイヤの取り外しができるようになったので。え、取り外しができるんですか。この黄色いボタンを押すとタイヤが片っと外れるようになったので。あ、そうなんですね。へえ、それによって何が。それみたいに以前結構車に積む際に、はい、結構高さとか大きさ問題が多かったので、はいはい、タイヤ外れることによってよりこうコンパクトになって積みやすくなって。なるほど。タイヤで洗いたいって方とか、あ、まあ確かに車にするときに下が汚れちゃうっていう気にされる方が多かったので、それは思ったことがあります。洗えるっていう点もちょっとかなり大きいポイントです。へー、あとはじゃあこのコンテナですか。こちらのコンテナ、バニラコンテナもちょっと新作で。バニラコンテナ、はい、名前かわいい。へー、あ、横が開く、はい、おー、なるほど。で、この天板、これもついてるんですか。そうですね、今ちょっと別売りにあります。あ、別売り、はい、カスタムキットという形で。これもそんな感じですか。そうですね、こちらのポールもカスタムキットになって、もうじゃあテーブルにもなる感じです。そうですね、テーブルにもなるので、この上でちょっとした作業とか、はい、まあ、ちょっとした料理とか、はいはい、何かしらできるようになってます。へえ。こっから取り出せるんだったらもう、うん、上塞いじゃっても気にならないね。そうだね、うん。これも反対側も開くので、あ、どっちで積んでもこう取り出しやすい。あ、なるほど、ポイントですね。すごい。重ねていくこともできるんですか。そうですね、重ねることも可能ではない。あ、なるほど。へえ。あとは今これランタンスタンドにしまってるんですが、はいはい、ちょっと別の形もできるようになって、はい、お、なんかここにしまえる。こんな、わ、なんだ。すごい。はい。蓋側で、あ、蓋を、はい。で、天板を乗せると、はい。こう、なんか物を入れて、あ、棚になる。すごい。へえ、すごい。このポールとかも別売りですかね。このポールとかこの木の板が全部カスタムキットって形で、はいはい、別売りに。あ、なるほどですね。で、自分の好きなものを、はい、うん、あのカスタムで買うという感じですね。うんうんうん、畳んだ時もかなり小さくなるので。あ、そっか、はい、あの折れるんですね。折れるよ、折りコンみたいな。はい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 。一度ちょっと折りたたんでみます。はい。こちらに全部この、あ、そこにところにしまえて、しまえるようになっていて、あ、なるほど、これだけ、おー、はいはいはい、へえ、いいっすね。うん、この状態でもいいよね、テーブル。いやいやいや。狭い時に、まあ、狭い時の台として。そしてここが巻きバサミ、はい。こちらが新しい巻きバサミ。へえ。バネがついてる。本当だ。
あ、これでストラップを外していただいて、で持ち手の部分にちょっとこう削り加工した木の、うん、あ、はいはい、持ち手になったので、よりこうグリップ力が入りやすい、はいはい、うん、持ちやすい、いいね、バネ付き、うん、硬くない、全然いいですか。あ、本当だ、楽、やりやすいよね、うん、よかったら、ちょっとこちらに、あ、2つでやるので、ちょっと巻きを掴んでいただいて、はい、この人と一緒にちょっと楽しみたいと思います、ね、よ、おー、楽ちん、楽ちん、このバネがあるとすごい楽かも。そうだよね、戻ってくれるからね、うん、へえ。以前のタイプだと両手でやらないとちょっとできなかったので、はいはい、これはもう片手でもできるようになったので、なるほど、はい、女性でも簡単です、うん、はい、この辺がじゃあ新作という感じですかね、はい、この留めるところもさ、ロゴが入っててかわいい、ほら、本当だ、うん、同じ色だった、え、爪と同じ色の字が、いやいやいや一緒だと思って、かわいい、かわいいね。洋服とかも結構増えたんですかね。そうですね、洋服の方も増えておりますけど、こちらの、はい、あ、すごい、ハルピン、これベスト、あー、かわいい、おしゃれ、色は2色で、やっぱスモアさんのカラーリングが大好きで、わかる、かわいい、コットン100なので焚き火の時も安心です。あ、そうなんですね。後ろを見ていただくと、うん、大きいポッケがついてる、あ、ほんとだ、ちょっとしたギアとか、はい、いうような道具をここに入れて、はい、使えるようになってます、はいはい、へー、これはね、買いましたよね、この、あ、はい、コロネブランケット、これしかも実はこれもスモアの形になってるんですよね。スモアの形に刺繍されてるので、すごい。あとボタンも、あ、ボタンもね、うん、かわいい、ポイント、かわいい、かわいい、あんなニットとかもあったんだ ね、うん、前来た時はなかったと思うね、うん、かわいいね、へえ、スカートもある、発生性のあるピザ、めっちゃいい、はいはい、こぼせるね、こぼせるっていうか、セットできても可愛くない、うん、へえ、なるほど、こちらのパーカー、はい、あ、この今日着てるパーカー、はい、あ、本当だ、うん、これちょっと形が違う、形違うタイプで、こちらは、あ、同じパーカーじゃない、うん、素材は同じ素材なんですけれど、はいはい、裏着物、あ、違う、うん、なんで、あ、フードが実は取り外せるようになって、はい、トレーナーになるんですね、トレーナーに、お、めっちゃいい、へえ、あ、いいですね、うん、すごい、画期的ですね、うん、へえ、ちょっとスモアの刺繍がちゃんと、はい、出るようになってますね、なるほど、なるほど、これはワンピース、ワンピース、でん、お、スウェット生地、うん、かわいいですね、あ、スモアポイントここにあります、ほんとだあ、それすごいかわいい、かわいい、着心地良さそう、あ、かわいい、え、チクチクしないですあ、ほんとだ、ね、しっとりしてない、これが一緒じゃないですか、これ一緒、うん、うん、はい、はい、じゃあハルピンベストの、そう、はい、感じ、分割してきました、分割お、フリース、うん、かわいい、なるほど、あとじゃあテントの方行きますか、あ、はい、このテントはベルテントですね、あ、ベル400、400、あ、これサイズがあるんでしたっけ、なんか、はい、400と300の2サイズだよね、なるほど、じゃあ大きい方っすね、大きい方ですね、でかっ、でかいっすね、うん、広い、十分じゃない、ね、へー、へー、すごい、固定方法がすごいアイディアがすごいですね、ちょっと中行かせてもらえます、はい、お邪魔します、
お、天井が広い。めっちゃ広いです。ニコ待ってて、ニコ待ってて。うわあ、広いね。広っ。あ、やっぱフルフロアがいいですね。うん、うん、はあ、かわいい。このベージュとアイボリーと木の感じがめちゃくちゃほっこりしますね。ね、コットもある、うん、かわいい空間。ベッドを置いて、はい、テーブルを置いて、まあ、ここ椅子だったとしても、うん、あ、十分じゃない。十分、うん、2人で過ごすにはこれで全部完結できるぐらい、うん、ね。で、そこに今薪ストがあるんだけどさ、うん、この薪ストさ、めっちゃくちゃ高かったからさ、うん、多分これのスペースすごい温まる。そうね、うん、へえ、あ、こんな感じになるんですね。下にも窓があります、うん、夏はね、そこ開けて風が、うん、ベルテントって使ったことないもんね。ない。でも使ってみたいよね、うん、やっぱこう下がさ、ちょっと立ち上がるからさ、三角よりもデッドスペースが少なくていいよね、うん、そうね、確かに、うん、よいしょ。やっぱ2人と犬って僕らみたいな感じにはちょうど良さそうだ、ね、うんうんうん。ワンコのゲージも置こうと思えばあそこに置いて、うん、動けるしね、うん、最近やっぱこのフロアスタイルにね、ハマってるからね。そう、やっぱ2個目よね。ずっとコットだとね、うん、動けないし、トイレもうちの子はできないからさ、うん、こういうスペースがないとね。そうだね、うん。あとはこっちが、ここはテントコーナーですね。はい。あ、はい、あんななんかパップテントみたいなのあったんですね、ソロの。しかもすごい収納ちっちゃくない？これね、うん、群幕テント。へえ、かわいいじゃん。かわいい。なんか女子ソロとかもさ、うん、結構ごっつい系が多いからさ、うん、これだとかわいいね。これインナーもついてるんですか？インナーテントは別売りではない。あ、別売りなんですね。そうなんです。でもあるんですね、はい、へえ。こうレビューさせてもらったテントがいくつか、ね。あ、これめっちゃ良かったよね、うんうん、これは3ルームの、うん、これも、これは2ルーム。そしてこっちがチェアですよね。テーブルとチェア、うん、これ可愛くない？ステッカー。あー、これね、うん、かわいいよね。なんかレトロじゃない、うん、はい、テーブルこんな感じ、はい、大きさいっぱいありますね。なんか特大のと、これと、うん、3種類ございます。3種類。あ、これ中、大、これが小。へえ、椅子の種類も豊富、うん、椅子もやっぱさ、色が可愛いですよね。ね、へえ、あ、これいいな。ちょっとこれ座っていいですか？どうぞ。あ、リラックス系ですねリラックス系、はい。この縁のイエローが可愛いですね。あ、これね、うん、あんまりない、うん、いや、あれ、あの四角いのも椅子ですか？四角いのはスツールなんですよ。あ、スツール、はい、スツールでバニラコンテナを置いていた。あー、 あ、 あ、こちら、はいはいはい、これだったんですね。へー、へー、あー、こんな感じなんです。おー、あ、これが入ってたんですねかわいい、うん、軽い、めっちゃ軽いんだ、うん、もっと重いかと思った。へえ、なるほど、ありがとうございます。確かにこれ台にいいですね、うん、うん。そしてここがマジックストーブとかですね、この辺。お、これはペレットをやるやつ？そう、これはあのペレットを使えるようになるやつ。おお、うん、なるほど。そう、いいよね、これ、うんうん。ここはバケツとかで、焚き火台ですね、うん、焚き火台と、かわいい、シェラカップとかコップ、うん、これしかもさ、チタンだよね、確か。軽いやつ、うん、いいな、やっぱこの鍋とか欲しいんですよね、いいよね、うん、キッお茶セットありますよ。あ、
これお茶セットですか？お茶セットでございます。うわー、すごい。可愛くない？へえ。可愛い。台湾でね、うん、お茶の入れ方を学んでからお茶がやりたくなっちゃったんだよね。へえ、すごい。あの蓋があるさ、マグ良くない？虫とか灰とか入んないじゃん。あ、確かに。こう置いといた時に、うん、お酒用ですか？あ、そうだね。ハイボール感あるよね。それダブル？ダブル、こう、なんかダブルではないですね。ダブル、こう、ここが2枚になってるってことですよね、はい、だから、本当違う。これもそうだ、そうですよね、チタンマグダブル、はい、あの、そうですよね。で、こうやって持ってもあんまり熱くないっていう、はい、熱が伝わるんですね、はい、あ、やっぱそうだよね。こっちのタイプ、このタイプ欲しいな。あ、あ、ナイフね。うちらが買ったナイフ、うん、あ、包丁、うん、この包丁ね。うち使ってるのこれ包丁ですよね。うん、これ、あ、こういうのもあったのか。巻き割り、うん、うん、でもこのナイフもすごいな。かっこいいよね、うん、あ、これも買ってますね。同じやつ、はい、お、こういうペグボックスみたいのもありますね。ああ、そうね、うん、ここはクーラーボックスで、ランタン、ね、ランタン。あ、グレーもかわいい。あれ、うちこれ？うん、それあります。茶色も可愛いね、うん、ここがあの、なんていうんだっけ、こういうのホットサンドメーカー。あ、ホットサンドメーカーと、これワッフル。ワッフル、タロちゃんがなんか気になってたハーフサイズの。あ、そうそう、それね、いいよね、うんうん、と、カトラリー見て、あの、うん、あのでっかいやつ。おー、あ、なんかもう家でも使いたいね、こういう感じで、うん、置いて。これセットですもんね、これ。セットでございます。へえ。あとこれはポップアップテント。はい。はい。普通のバッグとして使える。本当だ。なんかワンコのさ、グッズとかもいっぱい必要だからさ、普段用のカバンにも使えそう。そう。かわいいよね。うん、これポケットがいっぱいあるやつがやっぱり使いやすくて。ショルダーもできて、これはこの部分、はい、荷物をいっぱい入れた時にどうしても肩掛けした時に重たくなっちゃうので、はい、補助的な感じでちょっとこう持ち上げると重さが分散するようになるので。あ、こういうこと、はい、あ、なるほどなるほど。あ、確かにこうやってる自分でいつも思うってなったら、だから自分だってば。自分だよそれ。あれ、ニコちゃんだよ。あれ、ほら見てごらん、ニーニーだよ。自分に吠えてます。え、今更。それ自分ですよ。なんかいた？どうしたの？なんか食器入れとかにいいかなって思ったけど、うん、普通に使えちゃうじゃん毎日と思って。2個、はい、だいたい回ったかな。うん、はい、これは何だ？ランタンフックみたいな感じ。カラビナ的な。うん、なんか車とかの取っても、うん、これ一回つけてからさ、やれば引っかかんない場所とか。あ、いいじゃんこれね。あ、はい、これのなんですね、はいはい、あ、確かに。なるほど、そのままかけれないですもんね。でも、あの車のこう持つ取っ手みたいなところにもかけれますよね、多分。 そうですね、はい、うちいつもね、車中泊の時、うん、S 字で、そう、ゴールゼロとか引っ掛けようと思って、うん、あ、S 字フック忘れたとかなるから、うん、ずっとつけておいたら、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。で、あの、5月のイベントなんですけど、店舗は、まあ、ここで、あの、お客さんとお話しさせてもらったりとか、はい、いう感じですよね。店舗ですとこの辺り、はい、このレジのところとかになるんですかね。
でこっちのイベント外のイベントっていうのはどこで、あの芝のあの芝のあたりでところなんですかね。あ、はい、だそうです。はい、はい、なんか気になるのはありましたか。あのジップのニットと、はい、バッグと、はい、ダブルのチタンの確かに、ね、マグです。なるほど、はい、ありがとうございます。購入しております。お待たせ。もう回転するって。え、回転するって。よし、楽しみに行こう。お散歩。うん、あ、そっか、ちょっと散歩してから。うん、で一旦出ましょうか。ニコ歩く？お散歩する？お散歩する？お散歩にする？メリも歩かないと。でもメリもさ、天気いいから歩いた方がいいんじゃない？歩けるかな。ちょっと歩いたら、ほら、あったかいよ。さっきより全然あったかい。よいしょ。めちゃめちゃ嫌そうじゃん。はあ、ニコが歩くから私もこんな目に。頑張ろう、メーター。ちょっと動かないと。ここがスノーピークで、こっちの奥がロゴスとかあって、ここがイベントになるのかな、会場。あ、5月のイベント、うん、楽しみですね。めっちゃ楽しみです。いいじゃん、歩いた方が。どうする、なんかお昼、そしたらさ、うん、マックとかで買って車に持っていく。そうだね。え、犬は行っていいの、マックの前までは。あの 外で待ってて、一人が買いに行く感じ。あ、なるほどね。じゃあマック見に行きましょう。ちょっと散歩してからですね。うん、はい。引っ張りすぎなんだよ。ジグザグくん、ジグザグ、ジグザグ、ジグザグくん。マック買いました。はい、キムタク餅。これ俺かな。 卵ダブルだって。卵ダブル、あったか、車の中。あーね、うん、日が当たってて風がなければ全然あったかい、うん、しょっぱ。私でも結構マック塩多めが好き。あ、そう？うん、塩足んないと、あーってなる。久しぶりじゃない？マック？うん、うん、だって去年のさ、3月の九州のイベントがもう来月ってことだもんね。でも5月って言ったらさ、もう5月の時点で、うん、あ、もうすぐ1年の半分終わりかみたいになるんだよ。そう、一瞬でおじいちゃんになるわ。楽しまないと、食べないと。迷ってる暇はない。食べたいものを食べ、見たいものを見る。卵ダブルしょっぱかった。全部しょっぱかったっけ、うん、胡椒系だったわ。卵が2枚入ってるってこと？あの、いや、肉が2枚、うーん、と卵とベーコン、うん、今日は雑誌の取材があるので、エブリィの取材なんですけど、取材をしていただくっていうことで、このまま田代運動公園の方で撮影をして、写真撮影で、ね、撮ってもらう、うん、2個目にも一緒にキャンプスタイルみたいな雑誌、雑誌、なんかエブリー専門誌って言ってた。うちのボアエブリン号が出るんだ、うん、嬉しい。なんでその撮影が終わったら、自宅に帰ろうかなと思います、うん、なんでこれから
移動しますんで。でもちょうどよかったね、ここからの帰り道が田代通る方だからね。うん、赤いっぱいでしょ。寝そうです食べながら赤ちゃんじゃんなんかこぼれたし、まもなく田代運動公園に到着いたします。なんて田代運動公園に到着いたします。したします到着いたします。久々、かなり久々。ああ、いつぶりだろうか、わかんない。なんか一回ここに撮影しに来たことは覚えてんだけど、うん、あ、なんだっけな。でも夏タープの撮影かな。ああ、あの車高、ここは桜もすごい綺麗なんで、春もうすぐね、また結構人が集まるんじゃないでしょうかね。そうですね、そういえばそうだったわ、ね、桜がすごいんだよね。人気のエリアです。去年見に来たよね。うん、ここですね、この両サイドの木が桜の木でめちゃくちゃ綺麗なんです。わー、いっぱいいっぱい撮ってじゃないけど、キャンプしてる方いますね。ね、本当にいっぱいになるとなんかね、3列ぐらいの列できて、道どこですかぐらい混むからね。さあ、着きました。どれだろう、はい、どこにいらっしゃるんでしょうか。よいしょ、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか結局さ、うん、田代運動公園じゃなくて、はい、その隣の、うん、なんだっけ、名前があるんだ。名前がある。青少年広場みたいな。おお、なんか仮設のトイレが3個くらいあって、炊事場がなくて。うん、本当野営地だよね。野営地でも川がすごい近くって、うん、なんか田代運動公園よりゴツゴツした石がなくて、うん、綺麗だった。綺麗でした、うん、良さそうだった。まあソロの人多かったね。はい、隣のそこで撮影をしておりました。はい、雑誌またできたら、はい、お知らせしてくれるっていうことなんで、うん、楽しみにしてたいと思います。ぜひ見てください。はい、なんかそのムック本、うん、特別編のなんかみたいなんで、はい、前にもそういうのあったよね。なんかルルブの車中泊本みたいな。ああ、ありました。ルルブ、普通のルルブの旅の中の車中泊っていう特集。あ、確かにあっち雲やば。うわ、なんか気、晴れてたのに。そう、晴れてたのに今なんかヤフーのやつでもうすぐ雨が降りますってなってて、え、テント干そっかなとか思ってたら、天気予報は3日間連続晴れだったのに怪しいね。なんだ、よかったね。でも撮影中晴れてて。あ、確かに。スモアのね、うん、5月のイベントもありますんで、はい、久しぶりの皆さんとお会いできるイベントとなっておりますし、うん、私たちも大好きで愛用しているスモアさんの商品をなんか語り合えたりとか、うん、できたらいいなって思いますので、はい、はい、皆さんとお会いできるの楽しみにしております。はい、あの湘南平塚エリアなんで、うん、またねちょっと新しい場所でイベントということで、はい、あのぜひぜひお近くの方、うん、お会いできたらなと思います。お近くじゃない方も、はい、ぜひ、はい、すごいですよ、楽しいと思うので、うん、ぜひ
お買い物がてら来てみてください。はい、ということでまたキャンプの動画も出していきますので、そちらも見てもらえたらなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。ありがとうございました。謎のドス黒雲模様。なんかいきなりめっちゃ曇りね。今めっちゃ日差し当たってたんですけど、後ろ晴れてますよ。青空なんですよ後ろは。